子供病院は知ってます。そうそうそう、子供病院の脇にね、はい、要はほら重度の重たい病気の方だけがほら入院しんしゃいじゃないですか、はい、でお子さんやけんやっぱほらね親御さんがどなたかほら付き添いしんしゃいじゃない、うん、その付き添い のがもう1泊1000円っていう、そう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 っていう、そのマクドナルドが半分出して、うん、20% をあのコカ・コーラボトリングが出して、うん、20%、25% で、あとのだけ4分の1をこんなちっちゃなところがみんな出しよう分なわけですよ。その時私もね、ちょうどそれを聞いて、はい、母が亡くなった直後にこれができたんですよ、はいはい、だけ母の名前で寄付させてもらったっちゃけど、まあやっぱりほらいろんあのね、日本 に4カ所しかないと、こういう施設がね。でそれでもうほらやっぱりこういろんなとこから銀車券っていうので、やっぱりほら一泊1000円でしようのはいっちゃけど、やっぱりこうほらやっぱり少しね、やっぱり難関の形でいつも、はい、うん、し続けんとやっぱり常に足りない状態やけんっていうのでね、これはあの福岡商工会議所の女性会がやりよう、わざわざ で9月にまた最終的に街頭に立ってこう募金活動するけど、それまでの間にね、だけあれですよ、置いとったらほらちゃんとね、うん、何かしら、私はね1円玉と5円玉しか入れてないけど、まだだけどそんなんで、いや母が亡くなった時に、あこういう募金数だったら多分母は喜んでくれるやろうねと思ってね、母の名前でねさせてもらったんだけど、まあそれでもやっぱりそのなんかな、何かしらのほら難病を抱えたお子さんってね、やっぱ御社券ね、そんなのと思うんですよ。だけなんかほらなんか分からずこうボンってただ変何に使われるかわからん税金払うぐらいなら、うん、なんか分かっとうもの、うん、そう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 、なんかそんなのにねと思って、うん、そうっていうのの一環ですね。だからまあほらまあ男性でも女性でもここ男やけん女やけんじゃないけど、やっぱほら女性ってこうほらやっぱねそういうこう難病かかったお母さん、ね、お子さんのどのとかやったらちょっとこうね、ねあれよね。で今回は異業種交流会で福岡商加瀬町商工会の女性会で女性部で初めて女性だけの異業種交流会したんですけど、うん、産業廃棄物とかなんかをするような業者さんで、うん、お父さんがご主人が年の離れたご主人やったみたいで、うん、60代でもう突然亡くなったんしゃと、うん、そうそうそう、だけどまだちっちゃいお子さんっていうか、まだその中学生にまでならんぐらいのお子さん を3人抱えとんしゃ、お母さんが金社だけどね、あもうほらそれは遺産は残しとんしゃったね、はい、だけどほら急にご主人亡くなってこうそうやってたね、だけどもうね顔がねもう今戦闘状態ですって顔しとんしゃった、もうピリピリの顔しとんしゃったけんさ、だけど加瀬町の業者さんその加瀬町商工会に入っとんしゃね、でどなたのお声かけで今日から参加されたんですかって言ったら、いやその案内見てね、あちょっと行ってみようと思って来てみようと思って来ました、わもうあなたにこそ来てもらってね、本当もうほら直接助けれるわけじゃないけど、ほらそういうねほら女性でそんな仕事のもうみんな応援してますよって、もう今日ようこそおいでくださいましたって言ったからね、そう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 、だけあやっぱやってみるもんやねと思って、そう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 、だけそげなふって分かっとうけんね、もう無理して出てきやら言わんけど、そのほら楽しい方にね、やっぱ気分転換になったり、あとほら仕事をしてるお母さん同士の、ね、ちょっとしたやっぱこう、ね、話があったりとかするでしょ、だけできる範囲でいいですからどうぞ参加してくださいって言ってね、でほらあっちおばあちゃん先生でから税理士 の正しいこと言いました、いつもねちゃんと厳しい折り目正しいこと言いました、この方はねフィットネスクラブ仲間なんですよ、行ったらプール私歩きよったら必ずいつも横でバタフライしよう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 、だからあれよトライアスロンに参加しんしゃやろおばあちゃんやけ、それすごいっすね、ね有名よ結構、意外と有名よそうね、あれよほらだけトライアスロンやけほら自転車乗るわ走るわ泳ぐわみたいなね、そうでそれで体鍛えしたのに70代で、いや80なんですか、で今年でもちょっとトライアスロンは一応卒業しようと思うよって言いましたけど、まあとにかく50、60、75なんかそんな生活をずっとしておっしゃったみたいなさ、そう でそういう方やけんさ、私がほら一応体作りのために自分がこう、ね、悪くならんためにと思ってほらそのプールはちょっとと歩くよの、まあ、見て、まあね、悪いと思ってくれんしゃれん方たちだろうね、うん、たらそれの
あれで、あ、よかったらまだ席空いてますよ先生ちょっと来られてくださいって言ったら来てくれんしゃってからね。だから私活動自体にはこう参加できんばってね、あの年会費ぐらい2000円の年会ぐらい払おうとくよって言ったけど、ありがとうございますからやっぱ年会費を目当てにしたわけじゃないけど、やっぱ先生が入ってくれてほしいんだけど、ちょっと箔がつくもんね、うん、あの なんかねチャラチャラしてないって感じがするんだけど、だっても筋が入って、うん、筋が練りやけんね。だけどそんな感じで声かけたらね、あのだけどやっぱほらそのなんていうと占い営業じゃないけど真面目に自分の健康管理をしよったら、うん、ほらその姿を見て、あ、この人偽物じゃないぞみたいなね、やっぱ真剣に仕事のことか、いやそれがね4年に一遍会社 の, あのほら要するにほら代表取締役が変わったとか取扱いを業務内容が高校とかってこうほら申請し直さないといけないの、一応うち4年に10年に一遍で言っちゃけど、うん、いや10年じゃやっぱ変わることがあるけんと思って、今4年に一遍っていうのに私チェックしてるんですよ、うんうん、てかまあ5年に一遍なんでしょうかね詳しく。そしたらあのあれ認知症になったらね代表取締役から降りないかんって知ってました、法律的に決まっとうって。いやそうなんですよ、そうだけ糖尿高血圧糖尿病になるとか言ったら、これあの認知症って脳の糖尿病やけん、うんうん、ってことはなりやすいわけよ。ってことはそういうことに、あの自分が太っととか痩せととか見た目のことじゃなくて、認知症になったら退場やけん、我々はそれぐらい厳しいステージに私たちはいるっていうことですよ。あのプロの選手じゃないけど、うん、ほぼプロよ、そういう意味では。まあまあそうでしょうね。そう、はい、あの今ね認知症になっても大丈夫な世の中とかって SDGs はね、うん、そう言おうけど、いや世の中はそうかもしれないけど、会社を経営してる人っていうのはそんなに甘いステージにいるわけじゃないってこと、うん、そうですね。だけどプロあるけどとか要するにそういうなんか仕事以外にいろんなところに人と交わって、うん、これってほらこの仕事のこのフィールドは自分の意思決定で自分で、あ、じゃあこうしましょう、こうとか、うん、意外とほらパッて進むじゃないですか、うん、でもああでもないこの人はこう考えた、あ、こうかな、ああかなってこうほら一応こう疲れない程度にこう人と交わって、そのある意味面倒くさい作業をすることが 脳みそを活性化するということで、一応ね、あの私あの認知症予防でそういうところにおるわけですよ。なんでかって言ったら認知症になったら退場やけ、私は大丈夫よ、いやいやもうダメダメみたいな、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、知ってましたね。なので私も忘れてるんですよ。で4年にいっぺんあのその話がこう出て、うん、そうですよね、そうそう、だけあとして、なんでこんなに自分は忙しくしたとかいらこもう忘れとったわけ、なんでこんなになんかいろいろ偉いな、あれいろんなところに誘われたら全部、うん、何や高いなと思った、そうそう、それが理由、うん、そう。でもなんかあんまり忙しすぎてあのほら疲れると今度はまた激務すぎてもなるらしいけどね、はい、どっちだわからんけど、いやなかなかの深いテーマがね、だけどそのお金が成り立ってどうなって商売が成り立つとか成り立たんじゃなくて、じゃあ成り立つとしとるやない、だから私の目の黒いうちはとかなんとかとか言ってもう認知症になったら、はい、もうダメ、おじいちゃんダメ、おばあちゃんダメよみたいな、まあ、あなたおられんとよみたいな、だけど仕事だけしてきたおじいちゃんたまらんとよ、ね、会社行ってる感じやけん、うん、かわいそくない、怖わかろう、ね、そうだけある意味よ、うん、ワークライフバランスを考えてその楽しみも持ちながらこうない質のいい質のいいこう生活っていうのがテーマなんだよって言われるのはそこに行き着くわけですよ、はい、だってもうボケたらどうしようもないじゃけん、確かに思いません、結構ひどい目は使われるし、かといって家におったら人の親の子の家庭に迷惑かけるしさ、ね、っていうことで、はい、そう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 、お互いね、お互いね、あのそんな感じです、はい、だからあのだけどね、食べ物のバランス、あのゲームでは何を食べるのか、ね、何時に食べるのか、ゆっくり食べて、ね、ちゃんと出すもん出して寝るときは寝てみたいなね、それも大事みたいな、ね、うん、だけどね、仕事を起こしてある程度の形になるまでっていうのはとか、ある程度じゃあ例えばじゃあ受験戦争の時もそうやったかもしれないけど、人が遊びようときにやっぱ努力しとかんと形になってないもんね、まあ、そうですね、ね、だけどそれだけじゃそこはゴールじゃないよって、うん、哲学よ、もうだから私たちはある意味修行僧みたいな感じよね、ですね、そうだってさ、あの作るのは簡単、それを維持して守っていく方が難しいっていうじゃけどね、創業は安し主政は固しっていうけどね、ということで奥は深いですな
いやなんか面白いよね。いやなんかワクワクなフィールドにおる、この私たちって結構真剣勝負のフェーズにおるっちゃねえと思ってね。え、息を引き取るその日まで努力してるみたいな、ね、だから任せるなら任せる、ね、だけど、ね、自分が募金で任せるようじゃいかんわけよ。でまあ一応安楽死はね、フランスでは認められておらしいけど、安楽死とか知りてもね、なんかいや分からんよ、まあその時のイメージですね。もうどくもうでも安楽死を選んだ上っていや分からん、事故も事故でどうやろうって思うし、無責任。ほら例えばさ、若気の至りでさ、まだ親とかおって、自分たちぐらいの世代でよ、雪山とか行ってから遭難してから亡くなって帰ってくる、うん、それもね、でそれチャレンジもさ、ちょっと分かるけどやっぱしたらいかんじゃんね、うん、もうやっぱこういう立場の人間は言うたらいかんばって、まあそうですね、やっぱあったけどハンググライダーとかしたいなとか、なんかさ、バンジージャンプとかしたいなとか思って、いやいや怖いとかじゃなくて、なんかあった時その困るやろみたいな、だけどできんこと、だけどもうプールあるよ、ただアホみたい。でもプール歩きおけん、うん、それでこうね、どこから体がほぐれてさ、もう全然痛いとかいうのがないけん、まあ、そんなぐらいでやる、そのぐらいでとどめとかないかんとかいうのがあるかなと思ったり、うん、なんでこんな話しようかよ分からないだ、まあ、だけどまあね、そうだけど、なんていうかな、うん、任せれる人がいて自分もちょっと半分ぐらい楽しめるようなぐらいの時になった時にボロボロじゃいかんよってことですよね、うん、ていうかなんかキリッと全然あれ、なんかシュンシャド何もしてなくてスカッとしてるじゃんね。スカッとしてるか分かんない。いやだってほらブワーってしてる人がおるやない。ああでもさ、あでもちょこっと朝走ったりしますよ。でしょ、うん、うんうん、でもそんなにないですね。あそう、うん、いやでもいや、あのちゃんとなんかそんなことをしてる筋肉がちゃんとあるのが分かりますよ。いやいやていうか、ん、ここで分かるもん、ここで顔で分かる、うん、だってつながっとうけん、うん、ああそういうことですね。筋トレはもうそろそろしないとなっていう、いっていうかそんななんかひきとかしてなんか空気、あのほら息を止めてするようなことはあんま線がいいですよ、はい、ああそうです、運ばれようちゃうもんだって、フィットネスクラブでも普段、うん、あのやっぱその息止めるようなもの、はいはい、なんかほらあんなんこうほら重量上げるような人、バーベル上げるような人、なんかついほらなんかマジねしすぎるみたいな、ピキってなってるからね。あそうなんですね。そうとかあんまりそうなの、うん、もうあんまりしすぎるのよくないもんね。ね、あの過ぎたら及ばざるがごとしてね。難しいですけど、ね。難そう。だけそのワークライフ、そのバランスの良さが大事なんですよ。難しいですね。ね、昭和のおじちゃんたちはそういう意味ではね、うん、なんか猛烈で良かったとこがないわけじゃないもんね。うん、もうだってほらだって家庭をミスもうね、もう任せてさ。そうですね。ね、難しいですね、時代も。そうだけどこのあねなんかね、男女三角なんたらかんたらとかで、まあ、ちょっと一応、まあ、要するに商工会 の企業枠から、まあ、ちょっと、まあ、要するに行かない、行かんまいが、まあ、それもまたノーと言わんでば一気言ったりするっちゃけど、たださ、その、ね、デート DV とかね、その DV もしくはその性被害がどうのこうのとかいうのをこう見るとさ、ね、それこそ私フィットネスクラブからこう帰るときに、ね、私は車よ、11時過ぎよね、だからもうタンクトップにさ、もうほんとショートパンツみたいなのもほんともう あらわに出し、そう肌を出しとんじゃ女の子が11時過ぎに歩きスマホで歩き寄ったらね、あれはずっと見寄ったらやっぱほらね、男の人と女の人とやっぱ違うけん、あれってこうほらいかにも性被害受けても仕方ないような時間にあの格好やけんね、あれはだから危ないよっていうのをやっぱりほらだって不幸が起きるわけやない結局は。ね、だけそうあんなの危ないよっていう注意喚起の方をやっぱりこう強くしてもらった方がいいっていう、こう、まあ、言い方をしたわけ。そしたらね、そういう発言だけでもね、要は加害者の加害者擁護な発言になってしまうという。加害者擁護、うん、そういうことか。そうで、そんな格好してるのが悪いっていうふうに言っちゃダメなんですね。ダメなんだって。いやだけど、じゃあ自分の身内とか自分のそのこと、本当その破壊って言うよっていう話すると、いやうちだって絶対言うと思うよって言って、だけどじゃあ制限にあったけんって言ってそのことを言ったりしようって言うわけないよ、予防の話もしようけ、あくまでも、まあそうですよね、そうだけん、もう時と場合とちゃんと言葉を選んで言わんと、そのち違う場所で言ったらそういうふうに思われると思うのが、ね、難しいなと思ってね。確かにそうか、うん、でもさ
そんな男女のとこでどうのこうとか言う前に、ね、私男子校にあの教育実習に行ったけんね、はい、男子校の方から教育実習の先生からとか言ったら、やっぱね高校生ぐらいになるとやっぱ要するに女子というのはそのそんな なんか要するに危害を加えるような存在ではなくて、うんうん、あの守るべき存在というので、やっぱど随所にね、やっぱし男子校やけんこそ紳士教育をするんですよって、うんうん、こういうとこがかっこいいんだっていうね、うんうん、っていうのを聞いた時にやっぱホッとしましたもんね。ああやっぱりそうなんだな。だけえ 女性のまろやかないいところダンスで言う、うん、だけある意味別にしとったけんこそいい教育もあったわけや、ね、なくなっちゃいましたね。だってねえ、あれもどうかと思いますけどね。どげも思います、ね、俺やっぱ男子は男子のそういういい教育みたいなのがあったわけやけん、だからその今えらい平等、男の女の子がズボン履いてもいいって、いやそれいいけど、その作業とかするけど、でもやっぱそのスカートで履いとう時のそのちゃんとした女性らしい仕草とか ね別にそれを売り物にするわけじゃないけど、ちゃんとそういうこうね品格を持ってる女性っていうのを育みたいやない、こっちは。だからねお茶もね、やっぱりほら男らしく女らしくみたいなところ面があるんですよ。だけどあんまりそれを強調して言わんけど、やっぱり男の手前女の手前って手前も違うっちゃけん、っていうので、その昔このことを言おうかもしれんけど、やっぱり茶道はこういうあの伝統のあるものっていうのはやっぱりあのクラシカルなもの、あのね、やっぱり伝統を伝えるっていうところがありますので、まあ、こういうことを言いますとか言ってね、うん、そうそうそう、まあ、もうだけなんかもう制服がこうじゃあじゃあで、それがどんどんこうあのなっていきようことが平等へ近づいてるみたいなことを偉く言うんちゃうけど、いやそうだろうか、ね、そうだろうかっていう思いやけどね、うん、私とかはあのだからじゃあ考え方とかいろいろものの考え方が多様化してるんだから、うん、こんな考え方してる人間も相手もいいのかなと思ってちょっと今日ね言わせてもらいましたって、一応もう今男子女子は大変だと思いますからさ、ね、いや私ね逆に商売をしてこんな風にしてきたから、あの要はあの女のではとても通用せんじゃないですか世の中って、うん、こんな言い方さえ言われるけど、だからこんな場面男性やったらどういうふうにあの考えるんだろうかということで、兄とかおじとか、ね、父とかもとにかく自分の周りにいたあのとかね、とかあと歴史上の人物かなとかで、男子だったらどうこう立派なね采配が触れた男の人とか、もう女の人ももちろん追んちゃっちゃうけど、でもほらデータが男の人が多いよね、どうしても名前けこれこんな場面局面男の人だったらどう考えるちゃうかっていうのでいつも置き換えて考えてきたんですよ。やっぱりスケールが違うもん、はいはい、うん、女性と男性は。それは別に女か男かによくて、その経験値の層が違うと、先輩の層が、うん、っていうのはある。だけどそこを認めてね、そこを認めてその立ち働くとすればいいね。だから何でも平等って何でも一緒じゃないとって、ね、っていうのが私の考え、はい、うん、そう。だけどこんなこと言ったらそのだけね、要はね DV を受けるとかそのデート DV とかもうあれだってね、意気投合してデートして そんな時間にまでおるってことは、ちょっとそういうことがあったとしてももうそう半分そういう気持ちになっとるなら出かけと何べんもってこそが思うわけよ。まあ、そしたらやっぱあれとか言ったらね、普通やったらこれ日が沈む前に返すとかさ、お男子の方が考えるとかさ、とね、ああ大事にしてもらっとっちゃねとかなんとかとか、なんかこれねあるじゃん、結婚前にあることとかさ、それはデート DV とかもやぼったりもほどがやぼったいと思いません？でも男性の方が誘えんよね、怖くて、それはもう尻込みするよね、もうめんどくさくてね、もうそれなら自分の趣味の方がいいよね、もうだけどほら何そのなんかほら今あるやん、そのもうアバターというかもう仮想の女の人でよくなるよね、もう確かにそうですね、少子化やんこれね、えだからあんまり言い過ぎば、でもやぼったいと思うよ私、デート DV とか、ね、なんで DV って思わん、ね、もうなんか難しいよね、難しいです、いやもう今の難しい、いや それのなんかほらもどかしいやり取りとかが恋愛になっていくのにね、今もう丸出しですからね結局ね、そうそれでそのなんかほらちょっとほら密かに思い割れしとってなんかほら手紙を渡すこと言ったら、そのなんかその何あのストーカー、何がストーカーじゃないストーカーじゃない、難しいよね、いやだけどさ、なんかそんなのの会議に行って思いの丈を言ったら加害者よ、こういう発言が加害者でね、今ねカスタマーハラスメントってよいよやないね、あのお客さんがなんかもうハラスメント、私たちはねこんなの風に習ったよ、客は店主に似るって、へ、つまりそういうお客さんが多いってことは店主がそういう人間やけんってで言われよったよ、うん、
話せばわかるって、まあ本当古いこと言おうかもしれんけど、客は店主に似るっていう言葉がありましたよ。そういうふうにお客さんをさせてるってことは、私たちがカサカサしてるからカサカサしたお客さんが集まるよって言うて、分からんお客さんがてか、もともとこのお客さんは違うなと思ったら、お客さんを選んでもいいぐらいや、こんなこと言うたとかあとかとかじゃなくて、カスタマーハラスメントって言う時点でその会社は大したことないけん、で私あ、これ私の持論ね、あ、そうですよね、そうだってもう構えとうやん、っていう感じかな。なんかそんな気がする。受け答えを AI で対応させたいのもね、 それもよく分かんないですね。そうだけ、そうじゃなくてアナログというか、この直接のリアルでこういいものを作っていきましょう、それからお客さんもここでよかったって思ってくれるような、そうですね、これ辺がね、もうじゃこんなこと言い出したらさ、もう本当あの AI とかなんかでどどのこと立ち行かんことになる、大手に負けるみたいなとかとか言うけど、いやもうあのそれこそなんか心の充実があること、なんかそっち側の方をね、なんか大事にしていきたいなとか思いますね。なもんやけど、なんかね、いろんなところに見聞を広げていきよったらさ、だんだん自分がどういう商売をしていきたいとか、どういうふうにやっていきたいとかのがだんだん定まってくる。そういう意味ではなんかいろんな人の話を聞いてね、でそのものすごい叱られたわけじゃないよ、だけどあんまりそれを強く言ってると、その要はあの、まあ、性加害者の加害者擁護になるんですよ、そうですね、そういうことで、なんか少年がまた上げたりするんですよね、変なところだけをね、こうですね、だけどなんかあの本当の知識じゃないね、いやだけどね、あんなのね真面目に見らんでいいと、あんなのはこう偉くみんな気にして見るけど、見らんでいいと、もう気にするのもだってそのと直接だってちょろっと人ってあの自分の発言する言葉にものすごい責任持ってもらって言おうことじゃない時もあるやな、ね、だけど自分がそうならんことしとかないかんっていうのがね、あるよね、だけど関わっていかないかんもんね、でなおかつ大人同士はまだいいけど子供たちがね、子供たちをね、あのなんかもう少しこう生きやすい生き生きしやすい世の中に少しはしてってやらないかんし、でもねこの頃ね、月に1回の頃その子供ちゃんと教室で教えに行きだしてね、1年生からもう今もう6年間追ってくれようここおるっちゃけど、その子がほらあんなちょっとほらお母さんとかもこう LINE とかしだすと、大体自分私が何月生まれとかほらだんだん少し分かるようになるじゃないですか、登録しとけばね、たらちょっとしたお花をね、こうなんかちっちゃなブーケやけどお母さんが用意してくれてました、あのちょっとしたね手紙がねくれるお母さんって、もうねあの優しく丁寧に6年間教えていただいて、あのお茶が好きになりましたって、その卒業してからも通わせていただきたいし、その茶道部に入ってね、あのもっともっとあのお茶のことを勉強したいと思いますとか言って、そ私丁寧優しくて丁寧やったとか言ったら、いや優しかった、いや優しくないよ、もう昔の昭和の音、あの自分がね、自分思ったのは、自分は子供でないけど自分は子供だった時代はあるやない、その時にどんな大人が好きだったか、前正面切ってちゃんと叱ってくれるし、ちゃんと教えてくれる、あの分かるように教えてくれる、丁寧、あのとことん付き合ってくれるあの大人ね、やっぱいいなと思ったもんね、そのなんかこうなんかね、ちょっとほらハスに構えてあんまりこう相手にね、ただなんかなんとなくじゃなくて、ちゃんと信じて任せるとか任せてくれるとかさ、なんかこう自分がなんかいいなと思った大人の真似をしようと思ったよね、だけどなんかそんなんでね、決して優しなんか 甘やかしてないよ、けどそれを優しくてその丁寧っていうけど、その子が賢いよね、それが分かるっていうのはね、だけどなんかこうニュースとかなんかいろんなあんなのばっかり見よったら大丈夫と思うけど、目の前におる子たちがなんかたくましそんな子たちが追ってくれるので、なんかそういう子たちに接することができて、なんかあのホッとしてます、あそしてあ分かる人には分かるんだみたいな、いや今のこの人が多分真面目は真面目ですもんね、真面目やね、真面目やね、僕とかの大世代に比べたら、もう全然、じゃあ私たちの頃の先生たちの方が大変やったのかな、そう思いますけどね、あ逆になんか真面目すぎる、真面目すぎ、たくましさがないよね、そうだってほらちょっとだにほら水辺とかなんかで遊ぶ時だって、ね、ほら怪我しないようにこうちゃんとほら上の子たちとかなんか、ね、今だったらほら保護者大人がおらないかみたいなってやない、そうじゃなかったもんね。じゃないですよね。ね。真面目すぎるけん、だけほら失敗したら終わりみたいなこと、いやいやしとる。ちょっとした失敗で、ね、とかほら喧嘩とかもしてね、こうこれけんこうとかね、その経験があるないとね、だけ大人になって急にだけんこうでね、
知識武装だけで通用線で引きこもってね、うんうん、ねその辺がやっぱり多いからですね。多いですよね。なんかね、もうだけどほらもうかえってむしろ答えがもう絶対もうここが一つみたいなとって、うん、いやいやこうもうこうこうとかねなんか ね, ねちょっとねなんかいいねことができてるといいですけどね。でもなんか PTA とかがなくなって言ったりするとねなんかねいやじゃあ面倒くさい役じゃろうけど、ね、ないって言ったらちょっと驚きますよ、ね、親御さんたちのあれがもう綺麗に切れて本当いいとそれで ねそれ女性が社会進出してそんなのの面倒を見てられる人もいないし自営業大体 PTA の会長とかだったらお父さんがしてお父さん、うんうん、この人がしてくれるのって大体ほらねちょっとほらあのなんていうと小規模やけど、うんうんあのね、任せられる番頭さんとかなんかがおっしゃるようなタイプの人か、うんまあそうですね、その社会貢献をねやっぱちゃんと考えてる子供たちを、ね、面倒見るのが好きなっていうかもちろんそれを大事と思ってくれてる人がおっしゃったもんね、うんまあ、でも僕の娘今も高校3年なんですけど娘が小学校の時の PTA 会長の息子さんがもう引きこもりで学校に来てなかった。あらららららでもその時の卒業式とかそれを話さないじゃないですか。あらちょっとねとか。そうですか、うん、じゃあお父さんが逆にそういう感じやけん子供がもうあれでプレッシャーになってましたかなんか分からんけどね。その辺が分かんないですけどね。でもなんか逆にあれやもんねどっかの大学教授の、ね、方も息子さんが大学時代に自殺しにしたんじゃないと思ったりするけんね、うん、その理想と現実の関係があるというわけでやっぱありますよ ね、うんねまあ、でもなんかそうねやっぱあれよねその住まいとかがみんなそれぞれ綺麗に立派になっとるのはいいけど、うん、長屋的な、うん、なんとか、ね、なんか赤ちゃんの泣き声がしょなんとかがあの、うん、あいうもう私が預かっとき言っときなさいみたいなねそんなの感じの雰囲気がないけどさ、ね、うんそれでそのなんか絶対託児所が必要だとか保育園が必要なのかって、うん、もう悪いかってねえ実験なんしゃったばってねああいうねあの方もあの方って気の毒やばって気の毒っていうかいやあだけどほらああいうタイプは代表取締役とか本当はしとったらいかんという、うん、でも自分が引かなくちゃってわからないでもそうだよね自分が認知症だっていうことが分かって認知症じゃないね運転手の人たちやけん、うん、なんかあのほら微妙なゾーンがね厳しいよねだけど自分でちゃんと自分の背の肩を叩き切らない感じ、うん、これはまずいぞって、うんですねまあ、そうなったらなったでちゃんと自分の引き際を考えないか、ね、先生も、ね、たまたまいなくねなんか悪いことが重なって ね、うん、まさかと思うでしょうからねまさかバスに残ってるとは思ってないでしょうからね、まあ、ねだけどやっぱやだけどやっぱあれその時たまたまそのほらいつも運転手の方の園長先生がやっぱり全部が見てこうして見て ね、うん、まさかいるとは思わんけどまあ欠席でね確認取ってないのはやっぱでもあれさせめてさもうああいうふうに言った時は開け取ってくれた方がいいと思う、うん、そしたら扉が開いとけば、うん、ほら熱くて出てこれるわけやけどね、うん、だってあんななんかシューってこう特殊なやつ、うん、あ子供普通私たちだって開けきらんもん、うん受け取ってほしかった、せめて、ね、ドアが結局、うん、ありますね、うん、ごめんなさい、なんかあ、いいで、ごめんなさい、遅くなったんですけど、うん、いやいやいやまあ、前、これ以前の、はい、今現状のやつなんですけど、はいうん、多分、あれをジョカナンさんをどっかにっていう話この間ちらって言われてましたよねけどさもう入れん方が綺麗よねそうどう思いますいやまあ難解なとは思うでしょうからその辺が難解ながらちょっと広告的な意味合いになるのかああなるほどねその、うん、あの変わるとみんな注目するけどね、はい、でもさ結構もうデザイン的にはこうこれ整ってますもんね、まあ、まあ見やすいと思いますシンプルでね、うん、
このまま行きましょうかね。やっぱ、うんうん、もうやっぱ消えやもんこれの方が。わかりました、うん、で照明はもうどうしますか。今こっち1個しかない状態ですけど、うん、でもこっち側っていうのはあくまでももうカーブのこうやけもう十分ですよね。あのメインはメインはこっち、うん、そう向こう側からね。わ、はい、うん、かりました。じゃあもうこれでこれでいきましょう。了解です、うん。ただ私ねこの電話のマークってねもう変えたがいいですよね。なんか電話ねなんかもうちょっとないかじゃなんかパッて見てなんやろ。確かにまあまあ普通はもう今もうもう変えてそういうことよね。うん、なんかが多分これだったと。でももともとなんかがこれだったと思うんですよね。うん、でもこれに変えましょうか。だってそんな受話器黒電話の受話器やもんねこれね確かに、うん、それかもうなくて今どうなっとるかやねみんな電話番号の前って。今の新しく作り始めました人たちっていやまあ大体、まあ、これがこれが多い入ってると思いますね。そうですね、それしときましょうか。そこで修正します。あとはもうね、こっちがメインですよね。そう、うん、だけどっちかっていうともうあのあれねもう検索っていう言葉の方が小さくても春町の方が大きくていいぐらいの感じね。あ、そういうことですね。そう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 、もうだってこういう納豆ってことはもうなんかね、はいはいはい、分かりやすいけど春町の方がもう比率が多い方が、はい、うん、まあそうですね、はい、確かにそうですね。だってほらせっかくなんかちょっと間も空いておけなんかね、はい、あの春町の白い部分の春町の方を少し大きくしてもらって、うん、もう検索の方が小さくなっとうみたいな、はい、で前とかねなんかねわざわざクリックしようようななんかね、うん、マークとかもつけて、うん、もうそれもねかえって邪魔くさいもんね。あの看板で見た時はね、うん、これ出るから、うん、そうですね。これさえこれで検索してもらったら そして歩くようなところだとね、うん、QR コードとかもつけたいけども、うん、QR コードとか関係ない。あそこはもうそんなところじゃないから、うん、まあ、そうですね、うん、そうそうそう、はい、だけどもうまあうん今のこの2箇所だけです。ちょっとなんかね、でこれ今このように書くことになってるんですもんね。この 2.5 メートルとかね。あ、そないと別に。まあまあ一応前のが多分書いてあったから書いたと思うんですね。あった方がいいですよね。まあそうですね、はい、ね、どのぐらい先かっていうのでね、うん、あったと思うんですね。まあ、もうちょっとそれでいいか。それでねこれねグリーンがあって初めて生えるあの看板なんですよ、うんうん、多分グリーンあるもん、うんうん、緑はね。わかりました。ちょっとそれでもう一回書き直していきます、はい、よろしくお願いします、はいはい、あというかもう書き直してもらったやつをもうメールかな、はい、なんかあれで送っていただいてもうそれで確認で大丈夫ですよ。もう新しく新規で作りようわけじゃないけ、うん、そうですね、であとはそれこそなんかあの台風に耐えられるそのライトを、うんうん、ね、ライトとかがなんかね、あ、照明のこの足のとことか、ね、はいはいはい、どうしよう、そっか、照明ってどうしましたっけ。とりあえずそのままにしてましたっけ今はですか、はい、あ、てか一遍確認してもらって、はい、このこっちこれってつけてもらったのはこれ井口さんにしてもらったんですよね。そうですよね、うんうんうん、でこれ一遍し直したらやっぱりライトは井口さんにしてもらう形になるんですかね。ただね井口さんも年齢が多くてね足をねだいぶ痛め通しやけん ね、ちょっと上に上がれるのはちょっと厳しいじゃないかなと思うんですよね、うん、まだやられてるのはやられてるんですかね。してやるのはしてあります。あ、そうですか、はいはい、じゃあ一回聞いてみます。そうですね、はい、はいですね、あれだったらせっかくなんでもうちょっとちゃんとした照明で当たる方がいいのはいいと思うので、うん、それとそのたまたま今台風が避けておけどまあほら直撃した時が、はい、今ハリケーンみたいな感じやけんね。そうですね、うん、だけどやっぱちょっとこう強度を、ね、はい、きちんとこうあの心配せんでいいみたいなのがいいですね。ちょっと一回その照明も含めて、はい、一回よろしくお願いします。はい。おいくつ、お年はおいくつになられるんですかね。僕51です。ああ。はい。
あの私があの今年58になりました。あ、もうそんなんですか。41年生まれです。ああ、そっか、そうですね、48年だから。そうですね、うん、いやだけ今はいいけど、やっぱこう刻々と時間は過ぎていきますよね。まあそうですね、若かったですもんね、最初は。でしょ、いやさ、いや人のこと言えけど、私は喧嘩売るわけじゃないですお互いって、お互いね、いや、なんかあります、やっぱ若い頃と今って言ったらこうやっぱ違うねっていうのあります。いやー、何やかんや痛めますね。あ、そうですか、うん、あ、そのぐらいですかね。筋肉痛、筋力が落ちた、落ちた、明らかに筋力と目、あ、目ですねそれこそ本当私も、うん、もうちゃんとした契約書を見るのに、うん、もう絶対これがいります、ね、うん、夜の運転とかまあまあやっぱり そうです。なので私も雨降りのあんまり分からん道の夜はもう無理していかない、もう 朝に行くようにしてますね。もう用事をその時間にも作らないみたいにしてますね。だからもう見れんで、ほら蒸発現象で人やら跳ねたらどうしようもないけんと思ってですね。それはありますね、うん、だから私ももう控えてます、それは、うん、それこそ加害者にならないように、うん、加害者擁護してほしいよね、やろいや、ほんとこっち側はもう有無を言わさず運転手法が悪いですからね、うん、なんか昔にも当たり合いみたいなのがありませんでした、なんかそんな、ね、そんな、はい、ね、そんな人がいたんでしょうね。恐ろしか、いや、ほんと気をつけないと、ほんとだから、あのお互い体に気をつけて、はい、じゃあ、あと20年20年、はい、分かりました。いや、だって人生100年時代やけ。まあ、そうですね、20年も、うん、20年もすぐですよね。すぐっていうか20年、うん、今から10年、またその後の10年がやっぱもうね、結構、うん、平成になってからでもまあまあ早かったですね。でも結構私たちは昭和生まれやけど、やっぱ平成の時代に仕事をしてますよね、うん、そうですなんかまだ余暇時代やったけど、これからいろんなものこうやって変わっていくようで、まあ変わったけいい面と変わってってね、こう今でも買取大吉がやたら幅広いですね。すごいでしょう、まあ、だけどこう言ってはいかんけど、まああれだけの広告とね場所代にしてるから、比べるとこういったようなんですけど、査定はもう残地打ちいいんですよ。比べてもらえたらもう全くもう全だってほらうち自前でやってるじゃないですか。だから広告ってそれ本当このぐらいって言い方悪いけどかけてないじゃないですか。うん、なんか、ね、びっくりするぐらい広告 CM とか、ね、そうでやたらなんか店舗最近増えてるな。そうですそうです。それでまあ正直消費者さんってものすごく賢くなってるから、うん、ああやってやってると大してたあの査定が高くないっていうのが分かられるんで、もう比べずにうちに来てくれるんですよ。あんな出してるってことは、だってほらチラシ1回出すのに30万40万かかるのが分かってるから、はい、ってことはそれに査定が、ね、はい、悪いっていうのが皆さん分かってくださってるので、そういう意味ではもうだけ査定は高いし、やここって安く売ってるんですよ。そうですよ、お客様御用達の、だから自分のもしお好みに合うものがあればこんな安い買い方世の中でないんですよとか言ってね、だんだんなんかそんな感じで、そう、それで、で急にやっぱり昔ながらの七のお客さんっていうのはもうそれはもう質屋しかないわけやけん、もうねっていうので、まあ、売るかを預ける、あのもうなんていうか、ただねここが40年経ってるから、うん、建物自体がほらやっぱちょっとほら老朽化してくるじゃないですか、うん、だけこんなけなんけど、ちょうど目の前のところがもうおじいちゃん亡くなっちゃった、おばあちゃんも亡くなっちゃったけん、そこ今こう目の前空き家なんですよ実は。そうですか。そうだけん、もうほらみんな独立してアレストンしちゃうけん、もしどなたかに売るとかいうようなおつもりがあるんやったら、もうそのままの状態で売った方がほらお客さんあちら手出しなくていいじゃないですか。そしたらあっちに建て替えたらいいなと思って、ほらもう壊してここはこうするよりはいいね、そしたらここは駐車場にしたらいいじゃないですか。だし道挟んどったって別に駐車場だったらいいでしょ。本当ですね。っていうので、あの相手さんがまだ売るとも言っとおしゃれのに勝手なこと言ってます今私。そんな絶対買いですよね。買いですよね。うちにとってはね。そしたらほらここを駐車場すれば、ね、駐車場問題もほらここだったらね、なんか勝手に止めとんしゃうとか、うん、あっち側から物を持ってきんしゃうとか、ここやったらほらね。へー、すごい。そうただしたらほらそれに合わせた立て方をすればいいわけ。マンション県とかも。あ、そう上にね。ね、駅前だし。そうですそうです。だけやさ。手放しにしゃれんって手
放しじゃない。そうだけど、だけどひょっとしたらそんなことをしようとか言うなお気持ちがなくって、ほら側近お金が入った方がいいってもし思いちゃうとやったらね。だけど、ね、いっぺんちょっとね、不動産屋さんにここを壊して買うとかやったらどれぐらいが本当は妥当だとかいうのを出してもらっとけばさ、よかったらうちやったらこの金額でさせてもらえますので、あのもし他のところと比べてあのもしよかったらということでね。だけど、まあ、あのおじいちゃんともおばあちゃんとも悪い付き合いはしてなかったけん、あとほら息子さんとか娘さんとかとは全然付き合いがないわけですよ。それがあるもんやけん ね、 そ う、 ですね。そう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 、ここに住ん、逆にだけど住んどんしゃれんかったけんね。だけど親代々のその家をほらポーンと売っていいとは思いしゃれんわけじゃないですか。そう普通やけんね、それも普通の考え方やけん。だけまあ同心者とかなと思ってとはあります。ただうちとしてはもう要するに隣を売ってくれ、隣だってまだ言うとるけど、もう後ろもうマンション立ち寄られてたらもうあここってやわ思いよっちゃけど、うん、それやったらほらもう建て替えた方が安心ですもんね。うん、そうですね。もう雨とかなんとかなんとかとかね、うん、あれやったらね。たらほらここやったらあんまり離れたとこじゃないけん、ほらお客さんも来たら、うん、おおこっちになったと、うん、おおみたいな感じでね。それですね。それいいですけどね。と思ってますけどね。うん、それたらほら看板の出し方となんか、うん、あもうすげえ心配せんでしょ。ね、いやいやこれごめん勝手に言うだけ。もう勝手にもうバッタなんか張る感じでもううしちゃうおばちゃんが何かしらこといいかみたいな状態ですけど、でもほら空き家でずっと置いとんしゃうぐらいやったらね、うん、だけどもうなんていうとまあね取り壊しとか、うん、ねその辺も大変やし、今のまま遺産受け継いでも結構な相続ね、だけどねでも受けもう亡くなった人受け継いでもちょっとだけ払い寄せちゃろうがあって、そのずっとこのまま、うんうん、っていうんじゃないっちゃろうねと思うんですよね。だってもうねおじいちゃん亡くなられてお母様しばらくとかでもお母さんのあのほらちょっといわゆる老人ホームじゃないけど、だからしばらくその亡くなったかも空き家でしたもんね。でここだってもうそこここに一時手加えてまた住むとかいうのがあったらもうほらだってこんななっておけん、うん、ね片付けるぐらいの金かかるでしょ、うんうちとしてだからセットバックはせない頑張って、うん、もうそろそろで別にね、うん、車を止めやすいようにこう上手にすればいいでしょ。で、ね、でうちとかこのぐらいの規模がちょうど手に負えるんですよ、うん、広すぎたらもう帰って、うんうん、と思ってね、うん、駅の前に今度ねまたなんかそんなテナントが建てたのかって言ったらもう家賃が17万5000円でいいじゃん。そんな、うん、そんなお金は出し切らんもん。それやったらそれぐらいだったらローン確定した方がいいでしょ、うん、自分で建てて、うん、よっぽどその支払いの方がなんかこっちも気が楽ですもん、うん、でほら男子保険とかなんか入っておけばいいわ、うん、でもそれこそだけどそこにうちも私も住むみたいな状態もあるんでしょうけどね、うん、でそれやったらね帰ってあれかなとか、いやまだほら売りも使用しないのに名前そうですね、そうそうそう、本当川沢とトラタヌキも本当にいいところやもん、ね、でもまあちょっとうちとしてはね、うん、悪くないかな。いや全然いいですよね。ねいいよね、うん、で駐車場も確保できるしね、うん、これだってここやったらほら自分たち用の駐車場と、うん、あのほらコインパーキングにしてもいいじゃない、うん、半分ぐらいまで、ね、だから喜ばれるしね、駅前やし、ね、駅前ですね、ね、いやたまにうるちゃいねえねそんなね、あれもいやわかんないですねこれ、あでも今勢いがあるけんね、うん、あのほら先祖代々の土地は勝手に売るもんじゃないっていう風潮じゃないもんね今ね、うん、もうないと思いますよ、ね、だから早めに不動産にちょっと言っといて、あのね、そうだけど早めに言っとかんとさ気がついたのもさ、ね、もうこっちからそうでしたもん、うん、後ろのあのクリーン大体クリーニング屋さんと仲良しちゃったけどね、うん、なんかあった時はちょっとあれかなと思ったけど、もう気がついたらわーってもう今これ15階建てが建つんですよここ後ろ、うん、そう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 、なんだかんだ言うならここら辺は単身ですもんね、そう 2DK ぐらいに、せめて 2DK だから子供ができたらちょっと手狭いけ、うん、絶対引っ越さないかみたいなパターンの、今でもね、会食は止まないでしょ、じゃあ止まらない、あら今止まないですか、ね、あれだけ、なんか昼間のちょっとしたものだけが止まると、あ、ないですか、ああ通勤時の、はい、あれだけが、だけあの止まらないんですよ、基本的には、あ基本長者部だけなんですか、でもね私今歩く県あるけど長者村から歩いてここに来るの、まあまあ、そんな大変じゃないですもんね、あ、うん、そうなんだ、今そうなんだ、昔は泊まりよったらね、まあ、どうしようね、でもしかしたらあっちの方にもしと息ができたらさ、なくなるってことはないよ、なくなるってことはないよって言われるけど、なくなったら春町地点なんで、なんでわざわざ春町地点って名乗っとったとみたいな、そうですね、うん、まあ、泊まらないんだ、泊まらなくなったんですよ、
ちょっとそれ寂しいですね。40年前から考えたら多分誤算で ね、 いやだけどもだって昔だって博多駅吉塚の次が春町だったじゃん、うん、その次が笹栗だったじゃん。ユスができて、ユスができて、ユスは止まりますもんね、うん、止まるようになったんですよ、ね、うん、そうね、昔からだけどね、地盤とかなんかから言ったらここは高台で、うん、そのぐらい水没しそうとかなんとかとかいうのも心配はあんまりない、うん、まあ、そうですね、うん、それと昔ながらの田舎町で寸胴人たちが、うん、そのなんかほらなんかね、ちょっといい感じの、うん、いい田舎町、うんうん、ね、そう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 、でだけうちの母がここに店を出店、うん、あのあんまりね、あんまりすさんな町とかだからほらね、怖いけ、うん、やっぱりね、ここら辺やったらまだいいかな、そうですね、いや、もう本当おっしゃるようにね、今ね、リサイクルショップがあんなしてボコ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 できるし、うん、ちょっとしたらモールの中とかにだってあるでしょ、うん、だけどね、よう考えたらみんなあの要するに地代家賃も払いようにしちゃったり、うん、あれやからね、相当だと思うよ、あんだけのね、そうそうそう、広告費とね、うん、だってあの大会のスポンサーとかも知るじゃないですか、いやでもまあ、その、なんていうかな、まあね、大きな資本を持ってあるってことですよね、うん、どっちかっていうとね、うん、すごいな、だけどみんなが言うにはめっちゃ超大手みたいなところやったらほら上場企業、うん、みたいなところやったらさスポンサーとかなっとるよね、うん、それと同じようなことがショートしましたけど、この人商売実は分かってないじゃないかと思ったりもする、急に来ましたもんね、急に昔からの一個さん CM をしよったけどここ最近で急に来ましたもんね、でだから多分大きな資本に吸収合併されて、うん、多分大きな資本を取っちゃうので、うん、やり方がそういうほらマクロなやり方のところが入ったんじゃないかなと思った、うん、ほら例えば一蘭とかだったらラーメン屋さんのほらあれになったら話だよ ね、 そうですね、塩と一緒だよね、そう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 、まあ、うん、ある意味何て言うかな、コンクラベみたいな、いやいや、いつも戦国みたいな、いつも査定で比べられてますみたいな。でももうだけ比べられるのはね、もう昔から分かっとこで、うん、いやだけ SNS とかなんかを上手に利用したりとかなんかして、実際こっちの前いいや、そう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 、っていうのを知ってて、一応18金の買取価格日本一ずっとこの20年し続けてきましたから。そうなんですね。だってよく考えたらね、こんな高くなるのを買っとったら25年前ぐらいの在庫ね、ちっと置いとったら13倍になっとったのにね、ちょっとふっ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 プロチナ一時上がらなかったですよね。だけどコロナの時にちょうどあの株がこう落ちた時と同じように大、うん、プラチナもこう落ちたで、私はその時株やらしておらんかったっけ、そのこう落ちた時に買いっていうのは株は分からんかった。でもプラチナ買ったんです、プラチナも買いに行きました。だけど今それまだ保有してます。だって何かあった時のためにと思ってね、うん、だけど売ってある人はね、消費税がどんどん来るという結局は、まあ、そうですね、頭悪いみたいな。結局、多分払ったら次また予定納税とかで来るけどね。だけやっぱ現金ってちゃんと持っとかんと余裕ある資金でやらんといかんけんね。悪いなってんね。こう本当看板さんに言うたら申し訳ないけど、なんか訳のわからん広告費とかはやっぱせんで、ちゃんと行きとう広告にしとかんとね。それから査定をちゃんと高くした方が、お客さんだってめちゃくちゃ有名にねーってしとんのよりも査定高い方がまずいいもんね。それであそこはいいよって口コミが言うのが一番いいけどね。でもやっぱりね、簡単ってやっぱり一つあのぐらいのところがやっぱり一個はちゃんとね、まあ、あそこはやっぱり絶対外すことがない、うん、よほどなんかもう条例であそこに看板を出しちゃいけないっていうね、なんかよかったです、生き残ってよかったですね、ね、いやよかった、だけどちゃんと運んでくださってよかったでもね、やっぱ町もさ、どっかで税収上げないなんだよね、なんか結局なんかさ、税金のために働きみたいなところあるよね。だっていろんなものがまたね、あまりようやない、なんかね、まあまあ消費税は回っていかんというね。だってあれだけ給付で笑いとるけどね、だけど同時にしておいて、結構今日本って豊かなはず、財政は悪くないはずないけどね。ですよね、まだね。けどさ、あんなに防衛費をね出したってなったらね、これはね、あ、この株が上がるってことに気がつかないとなかったんだけど、去年気がつかんで、この頃気がついたんだよね、三菱重工とか
あ、まあまあ確かにそうですね。セントリーとか、はい、で調べたら一番安かったこの今3倍だった。こんな感じ。こんな感じ。もう竜のごとくなってこんな感じ。垂直飛びで。23年から今年。だから防衛費をこれだけ上げますって言っちゃったってことはそういうことなんだ、ね。うん、まあそうですよね。私はね、あとね、結構あのゴミとかのほらあの燃やすのに CO2 を削減した特別なタービンとかなんかを使ったものを福岡市も使ってるし、今今回勝山町も使ってる、うん、よかったねじゃなくって、そういうのも三菱重工が作るわけ。あ、そうなんですか。だから CO2 削減やね。そういうことはあの日本全体もそれを使うじゃない。そして輸出もされる、うん、だと CO2 を下げましょうっていうことで、まっしゃね、円安だから、うん、そうそう、ね、そうってことに後押しますなんで上がってるかの理由だけは説明できます。ただ後付けでやっと気がつきました。何日か前に上がりそうなのやつをおしゃべりしてもらうっていうふうにね、去年ね、あの友達からね、はい、どれがいいとって言われても、だけど分からんけ、やっぱ S&P500 とかのオールカンとかこんなのやで、はいはいはい、円安やけんね、大人のぐらい言うとったらはって気がついて、今頃ごめんって感じで、もうすごいすごい上げやねって、本当、うん、この気がつくか気がつかないかの差っていうのは ね、 そうですね。でもね、株とかやりよったらね、そうやってほら世界情勢がこうやけ、うんうん、あったけ、そしてなおかつね、自分たちが戦闘モードに入らんでも、やっぱほら抑止力として、ね、はい、軍事力にするんやったら、やっぱちょっとほら日本の国内を守ってくれるものやけ、うん、じゃあちょっとそれに応援するっていう意味で そこにお金を出すのって、うん、悪いことじゃないもんね。まあ、そうですね。それとさ、原子力をみんな嫌うけど、原子力発電所をちゃんと作ってれるっていうことは、それだけいざとなったら、そういうな核兵器は作れないわけじゃないんだよっていうのは、うん、見せようことになるやない、うん、これも抑止力なんよね、うん、いや、これがさ、やっぱりね、相手さんがわけのわからん人なわけやけん、うん、やっぱこういう防衛は必要やもんね、うん、美しい心だけ、美しい日本とかだけじゃやっぱ、うん、それがやっぱり関係ね、うん、ここはやっぱり、うん、そういうあの相手のこう繊維を削ぐみたいなところが必要ですもんね。まあ、なんだけど、とりあえず金額上がったのはもうそういう、そんなきな臭い、もうどうしようもないどつぼな戦争が2つありうことと、うん、円安でこんななってます、ね。でもこんななるとは思ってませんでした。だって2、4、それぐらいだけでいいですよ。4よりも倍もらってほしい。ね、もう850円ぐらいで売ってたんですよね。8万5000円で買った人が今売りに来ると96万9000円です、うん、でその頃なんか金のブレスとかなんとかでもなんかただのヤンキーがなんかこっち側経路したからとかいう感じだったけど、うん、地道に貯金しとくらいならそっちの方がよっぽど出世しとく、ね、うん、12、3倍にはなるような商品ないもん。そんな、取り扱っとった割には大した信用ないじゃけどね。やけやっぱね、もうちょこっと上がっただけで動かすもんね。4000円で買い取って4000円でやってるようであるのレベルでやったんじゃん。もうずーっとずーっとな感じ。今日下がったらって言ったら上がったらじゃん売ってくる。毎日そうな感じ。ちょっとじっとしたけどね、じっと。だけど分からんもん。去年とか7やったで。6とか7やったで。この1年だよ、この1年だ、本当かな、ね、いやわからん。まあでも安い時に金目のものを買っとくと、ちゃんとそれはいざって大変な時には上がるものっていうのがあるっていうのがね、金製品とかロレックスとかね、うん、そんな感じです。でもありがとうございます。いい、あの美しい看板を、いい、またちょっとお願いします。はい、よろしくお願いしておきます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、どうも。